はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はね、血液中の細胞の話なんですけども、血液中に、細胞、各細胞、白血球、赤血球、リンパ球とかがあるんですけども、それらそれぞれのね、強度といいますか強さを表す数値があるんですね。その各細胞、僕の体は今各に流れてる血液、移植してもらった新しく作ってる血液の、白血球、赤血球の数とか、数っていうのは正常値の範囲内にもう増えてるわけですよ。増えてるんですけども、そのさっきも言ったように強度、強さっていうのがありましてですね、今僕の体の細胞の強度のレベルは赤ちゃんと一緒らしいんですね。赤ちゃんだから、もちろん抵抗力もない状態にあります、赤ちゃんらしいんですよね、僕の細胞の強度が。でもこれは移植してね、8ヶ月しかまだ経ってないんで、それは1歳にもなってないからね、まだまだ赤ちゃんやと思います。でも GVHD とか何飲んでる薬の免疫抑制剤とか関係してるらしいんですけども、でも基本的に移植したい人ってやっぱりその強度っていうのが弱い分、何すんのにもやっぱりこう回復が遅くなっていくんで、時間がかかるよっていうのはそこに関係してくるらしいんです。でもその時間が経てばやっぱりちゃんと回復してくるんで、一般的な大人、僕大人の体なんで、あれですけども、しっかりね、年齢に応じて回復してくるんで、人それぞれのタイミングはあるんですけど、すぐじゃないや、復職できるよっていう風なの、学校に行けるよっていうような、そのバランスの整った強さに変わってくる、変化、成長してくるらしいんです。だからそれを目指して頑張っていこうと思います。でもどう頑張ったらええんかね、わからないですけども、薬飲まへんで良くなった方がそれはいいよとか言うけども、薬飲まへんくなったら拒絶反応が出てくるからっていうのがね、まだまだ先に続くので、先生と相談してこれもね、頑張ってやっていきます。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。